気にしてますか？日本を離れてもう半年ですね。遠い国であなたが一人で暮らしていると思うと、ろくに海外旅行もしたことないお母さんは未だに気が遠くなります。子供の頃、お母さんが仕事で遅くなった日、玄関先で泣きながら待ってたことあったよね。近頃なぜかその時のことを思い出します。心配でしょうがない気持ちはあの頃と何も変わらんもんやね。ドイツは日本より寒いと聞いたけど、あったかくして寝てますか？ちゃんとご飯食べてるの？練習頑張ってますか？頑張りすぎていませんか？自分を追い込みすぎたり、周りの人とぶつかったりしていませんか？何があっても、お母さんはあなたの味方です。辛くなったらいつでも、お腹すいたって言って帰っておいで。とりあえずこの手紙が届く頃、ご飯作りに行きます。母より。ドイツ語喋れるようになったと？まあ、なんか話してみて。いいって。いただきます。いただきます。追伸。おいしい。あなたが食べるとお母さんまで元気になるから不思議だね。